今かつチャンネル。2008年春、トップシークレットリターンズ第3弾。舞台は待望の野池、バンクフィッシング。そして、日本三大ビッグバスレイクの一つ、聖地、七色ダム。ついに最大の難関、60モンスター捕獲に、今江勝隆が本気で挑む。ダイナム。バクラストン、リップライザーによる野池完全攻略。そして今最も熱い注目を集めるスイムベイト、ハドルストン。その遺伝子を受け継ぐハドルブロスの秘密と驚異の破壊力を一挙公開。トップシークレットザサード、6月下旬発売決定。おはようございます、今日はね、大阪府から一番近い、僕のね、一番ホームグラウンドといえるひとくらダムに21年ぶりにやってきました、ここはね、僕が大学の頃にゴンボートで、まあ、週に3日4年間通ったぐらいの、まあ、ホームグラウンドです、まあ、そこはね、現在どうなってるか、ボートもね使えるようになりましたので、ちょっと下ろすのがしんどいんですが、今回の TSR は懐かしのひとくらダム、頑張ってやってみたいと思います。天気はひどいね。10メーターか20メーター、15メーターとかのレートが落ちるな。当たったです。当たりがありました。すごいちっちゃい当たりです。っちゅうぐらい。ダウンショットとかやったら強いんじゃん。深海魚やーマジで深海魚ですね、ここも。ありゃー深海魚 !22年ぶりの深海魚、これかい。ひとくらダムの末裔たちはあんなほげ出すなって思ったんかよ。深さ45ぐらいしか釣れへんかったんだな。もうだいたいひとくらのポテンシャルが見えてしまったわ。これは暑い時のバックウォーターに集まるやつしか釣れへんってやつやで、これ。やっぱバカラック級に釣れんと面白くないよね。12メーターとか13メーターの中層にすごいウェイトが浮きまくりやで、これ。どうしたんやろ、こんな。ラッピンソニックこうやってしゃぐっててたまに釣れるねんよ、これ。マフじゃん、こんな。マフの釣りじゃん、こんな。しゃぐって。
ってしゃくってしゃくり合い。うわ、当たった。うわ、しゃくり上げてるときにコーンと。高いとこにいるんだよね、これね。簡単に食わないところがムカつくね、これで。しゃくってしゃくってしゃくり合いやで、まあ、上しかしゃくらへんがおらへんのかよ。何匹食っても多分あの大きさやろな。ここあれやで、一蔵多分最高のポイントやねんで。これ以上の場所はないんです。それであれですからね。もう何でもやるよ俺は今日は。フルチャーマスティック。サイズは、ちっちゃい。ちっさい。こともない。こともない。うわぁ、力強い。やっぱりジャバスティックやな。とりあえず、ちょっとか、ちょっとかって。とりあえず、ジャババス。最終兵器使っちゃったね。ジャバスティックシークレット。ね、ジャバシークレット使っちゃいました。釣れますな、これね。やってはいけないと思いつつ。インモジャ行こうか、インモジャ。スバイゴロスのインモジャ君。ミネバス殺しのインモジャ。インキンモジャ、インモジャ。まだおるな。いいぞ。真冬のファイト。これはちょっと一時間で来るかな。最高最高絶好調。よっしゃ、やった。最高絶好調やったね今の。出ろ。うわ、でかい。よいしょー、50ぐらいあるぞ。
ガリクソン陰謀じゃ丸飲み陰謀じゃ丸飲みニバス殺しでしたね。冬でもサイトは聞きました。陰謀じゃ。よっしゃ、名前。いや、やばい。よし。これはナイスでしょう。あー、やっと釣れた。冬バス、ゴブバス。ムーブリンのリアクション、よりリアクションを早くするためにジャバスティックつけました。やっと釣れました。もう冬だね。ふい、リアクション効果をね高めるためにジャバスティックで早く落とした。さらにああ難しいですよ、ここ一発狙うのやったらバタフライこいつやな。このサイズが絶対的にでかいな、こいつは。でもあれやな、東条港とここって言ったら市内から一番近い最短レイクやろな。ここが最短やろな。ここが最短やな。次は青野か。でも、高速の便利さで言ったら、東条やな、多分。東条区やな。うん。今回はそれがテーマや。弾丸。関西スーパーメジャー弾丸。全然釣れへんけどな。おかっぱりめちゃくちゃ多いな、ここ。釣れるんかね。よっしゃ、よっしゃ。バッタボールだ。やっぱガブリン。やっぱダブリン、お願い。よし、よし、ガブリン。やっぱりゴブリンできたら健康体が。コーヒー飲んでおかれちゃいますね。健康体が来ますね。やっぱりガブリン。リアクション、ポンポン、ピュン、コン。健康体です。健康体。
うん、侍。最後は、やっぱり、侍。ゴブリン、ゴブリン侍。深海魚じゃないけどね、ターンが終わって、均一になって、シャローの浅いところ、4メーター、3メーターぐらいのところの方が、やっぱ温まりやすいよね。その、温まりやすいところに深海から上がってきた。バスって感じですね。はい。それでは、ゴブリン侍。深海から、今度はリアクションへと。という感じですな。何でも使える。